マイク・スコット・スティーブ・ウィッカム・ザ・ウォーター・ボーイズは、英国エジンバラ出身のマイク・スコットを中心としたバンドである。1983年にマイク・スコットによって結成される。バンド名は、ルー・リードの曲の歌詞から名付けられた。歌詞の評価が高く、現代のボブ・ディラン、スコットランドの銀融詩人などと評されることも多い。初期は、ニューヨーク・パンクの影響を受けた。 ニューウェーブバンドとしてスタートし、U2 フォロワー的な扱われ方もされていた。しかしサードアルバム、This is the Sea で客演したアイルランド人フィドラー、スティーブ・ウィッカムに影響を受け、アイルランドに移住して、アイリッシュ・トラッド・ミュージックに傾倒する。4枚目のアルバム、フィッシャーマンズ・ブルースでは、そのアイルランド伝統音楽を取り入れ、大きく作風が変化したため賛否両論を呼んだが、 セールス的には一番の成功を収めた。兄弟曲は、ハリウッド映画、グッドウィル・ハンティング、旅立ちのサウンドトラックにも収録されている。しかし、同傾向のアルバムを一枚出した後、マイク・スコットは、ニューヨークに移住し、ロックに回帰した作品を発表する。その後は一旦、ザ・ウォーター・ボーイズでの活動は休止し、ソロ名義で二枚のアルバムを発表する。 しかしセールスが振るわなかったこともあり、2000年にまた、ザ・ウォーター・ボーイズでの活動を再開し、アルバムを1枚発表する。そして2003年、スティーブ・ウィッカムが復帰し、アイルランド伝統音楽を取り入れた路線に、再び回帰した。2011年には、アイルランドの詩人ウィリアム・バトラー・イエッツの詩に曲を付けたコンセプトアルバムを発表し、高い評価を受けた。 マムフォードサンズに代表されるフォークロア要素を取り入れたロックの流行の影響や、また代表作、フィッシャーマンズ・ブルースのセッションを収めた6枚組、ボックスセット、フィッシャーマン、S ボックスが発売されるなど、近年は再評価の機運が高まっている。2013年には、キャリア最長の全米ツアーが行われ、フィッシャーマンズ・ブルース再現ライブも好評を博した。 2014年、フジロックフェスティバルにてバンドとして初来日。2015年、日本単独公演。2016年4月19日、日本の漫画家である、ロクデナシコがマイクスコットとの婚約を発表。10月21日には、マイクスコットがツイッターにて結婚を発表した。翌10月22日、東京西麻布のイタリアンレストランにて結婚式が行われた。 ザ・ウォーター・ボーイズのメンバーであるスティーブ・ウィッカムや、ろくでなしコ弁護団、ホラー作家の岩井島子らが結婚式に出席した。式に出席した弁護士の山口隆のツイートによると、マイクは、式場にて、新曲、パヨパヨ、チンを披露したという、マイク・スコットの妻のろくでなし子。ありがとうございます。